皆さん元気ですか、僕もなんとか元気にやっております。そして、今年コロナ禍の中、ライブの方に足を運んでくれた皆さん、どうもありがとうございました。例年とは違うね、見方、そして、僕らもね、ちょっとステージから見る景色も違ったんですけど、本当にスタッフ、バンドダンサー一丸となってね、全7カ所でしたけど、いい汗をかくことができて本当に良かったと思っております。ちょっと辛かったけどね、そんな感じで今年ももうね、あと1ヶ月となりましたが、今年はそうですね、もう本当いろんな形でね、違う見せ方をねしなきゃいけないということで、まあ僕らね、スタッフ一同もねいろいろね考えながら見せ方ね、努力してきたつもりですけど、まだまだちょっと長続きしそうなんでね、来年早くこのコロナが収束して、今度はねみんなと本当に、大騒ぎして大声出して、一緒に楽しめたらいいなと思っております。そこで、今年はねまず、焼肉の日に田原俊子初の生配信ライブをやったんですけど、それが DVD 化されまして、ユニバーサルの方から12月の2日に発売になりますんで、ぜひともね楽しみにしといてください。そして、コンサートを来れなかった方々のためには、この前ね終わっちゃいましたけど、越谷の方も見ていただいたでしょうかね、僕もちょっこり見ましたけど、もう見るだけで結構きついなって、誰があの構成考えたんだ、俺だということでね、でもまあ精一杯やらせてもらって本当に良かったなと思っております。そして僕の大好きなハッピーメリークリスマースやってきますね。今年はディナーショー大阪東京、頑張りたいなと思っております。まあコロナ対策もしっかりしてみんなとね、まあいつもとまた違う、見方見せ方になると思いますけど、楽しみにしておいてください。そしていいんですか、発表します、8時だよ、全員集合。違う2021年、年子田原 WT ワンダーランド2021決定しました。4月25日絶対スケジュール上げといてください。2年前のね、平成ラストライブ、これ NHK ホールだったんですけど、いよいよ還暦、誰が、俺がね、還暦になるらしいです。まあ還暦ライブということでね、みんなと国際フォーラムに集まってね、素晴らしい時間をね共に過ごせたらいいかなと考えております。4月25日果たしてその時コロナは収まっているのかね、もう本当収まっていることを願うばかりですけど、みんなとね、42年目のスタート、いいスタートを切りたいなと思ってるんで、楽しみに。ぜひとも4月25日、東京の方に足を運んでください。僕らも精一杯、いいステージをね準備して待っております。それでは長々といろいろ話しましたけど、良いお年を、じゃないね、まだ早いね、メリークリスマスということで、また来年もいい年になることを願っております。田原俊子でした。